今日の一本目は監督さんがですね、ベネット・ミラーで、主演がスティーブ・カレルとチャニング・テイタム、マーク・ラファロで、ホックス・キャッチャーですね。はい、キツネを捕まえるみたいな、キツネが捕まえるみたいなことでしょうか。ホックス・キャッチャーですけども、2014年のアメリカ合衆国の電気映画というわけで、実話ですね。で、1996年に起きた、デイブ・シュルツというですね、レスリングのレスラーがいたんですけども、レスリング選手がいたんですけども、その人が、殺されるまでを描くという、ちょっとなかなかショッキングな、内容の映画なんですけども、でですね、これはなかなか評判が良くて、2014年5月、大丈夫、3年前ですか、3年前の、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、ベネット・ミラー監督賞を受賞したということなんですけどもね。まずベネット・ミラーさんという人はどういう人かということを話したいと思うんですが、僕この人ですね、フィルモグラフィーを見ると何本か見てるんですが、あ、日本で来てるやつは全部見てますね、一応。カポーティ、マネーボールという2つの作品、まあ、長編作品をまあ撮ってらっしゃるんだけども、僕はですね、まあ、トルマン・カポーティ、僕すごい好きな作家さんですけどね、ある程度多分読んだかなと思うんですが、で、まあ、このカポーティにハマる前にですね、まあ、一つのカポーティという人を知らなくて、昔見たんですけど、ちょっと DVD になったぐらいだから、2006年ぐらいだ、今から11年ぐらい前に見ましたけどね、フィリップ・シーモア・ホフマンがね、亡くなっちゃいましたけども、これでアカデミー賞、主演男優賞を取ってる、作品ですが、これ見た時に、なんかかったるいなと思ったんですよね。なんか、カポーティね、今詳しいと、なかなか面白いかなというふうに思うんですが、当時はカポーティ知らないから、なんかかったるいと思って、カポーティが冷血をね、こう描くまでをこう描く作品なんですけど、で、次がですね、ブラッド・ピットのマネーボールですね。これはあの弱小球団、割とこう、なんだ、サイバーマトリックスじゃないけども、こうデータに基づいて選手を配置して、こう割とこう弱小球団をすごい強い球団にした男の人の、またこれ伝記ですけどね。だからこの人って全てこう実話のものをですね、長編の時は撮ってるというところが特徴かなというふうに思うんですが、このマネーボールもですね、面白いと思って見てたんですね。面白いと思って見てて、でも見ているうちになんか語りなと思って、最後の方はだいぶ飽きたというところがあって、あんまベネット・ミラーってあんま好きじゃないって印象だったんですが、今回のですね、ホックス・キャッチャーはやっぱ事件が事件なだけにですね、やっぱりだいぶ気になっていて、どういうことでその、殺すまでを、描くのかなって言うと気になってたんです。で、これは実話ですから、1980年のロサンゼルスオリンピックで、金メダルを獲得したマーク・シュルツという選手がいるんですね、いたんですね。で、彼がデュポン財閥の御曹司であるジョン・デュポンという超金持ちから、自分がそのコーチをするから、資金を出すから自分のためにそのレスリングチームを結成してくれないかということをこう打診されるわけだ。で、このマーク・シュルツのお兄さんっていうのが、デイブって言うんだけど、このデイブが割と有名なレスラー、レスリング選手で、もうマークはそのお兄さんの陰にずっと隠れてるという状況が続いてたわけですよ。で、そこにフラストレーションがあって、で、その金持ちから誘われて、自分と一緒にチームを作らないかというふうに言われて、そこに誘いに乗るわけなんですが、このなかなかですね、ジョン・デュポンという人が、ちょっとこう、なかなかエキセントリックな人で、そのマークを自分のところに抱え込んだら、なかなかちょっとこう変わった行動をしていくんですよね。こう、なんて言うんでしょう。一口に言うと、まあ、なんだろうな。いきなりさ、レスリングの練習してる部屋に入ってきて、いきなりこう天井に向かって銃ぶっ放したりするんだよ。そうすると、いやいや、殺すのはこのジョン・デュポンという人が、この、まあ、シュルツ兄弟のお兄さんである、デイブを殺すというとこまで行くわけだけど、で、僕は最初マークが殺されるのかと思ったから、いや、意外と早いところで殺されたりするのかしらって思うんだけど、要はジョン・デュポンっていう人はそのお母さんに認められたいってすごいコンプレックスが強い人だったみたいで、で、マークだけじゃダメだから結局デイブも入れてまた3人でチームを作ろうとするんだけど、そうするとこう3人になるとまたほらデイブの影響で今度またマークという状況になるから、これこうマークがまた外れていくんです、その中から。で、まあ、チームを抜けることになるんだけども、で、今度はまあ、デュポンはデュポンで、やっぱデイブというすごい、こう、トレーナーとしても一流の人が来ちゃうと、自分がこう、指揮をしたいんだけど、所詮素人なんですよ。レスラーと、レスリングとしての知識は何にもない状況で、
そのチームを作って自分がオーナーだ、自分がトレーナーだって言うんだけど、影響力なんか何もなくて、どんどんその阻害、孤独にこう陥っていってしまうのね。誰もこうデュポンを相手にしないで、金メダルを取るぞというふうにこうチームを発足したにもかかわらず、マークはちょっとこうなかなかコンディション調整不足で、その期待に応えることもできずというところでチームうまくいかないという本当にその八方塞がりな状況の中で、最終的には孤独に追い詰められて、まあ、元からちょっとね、あのエキセントリックな人だからちょっとぶっ飛んだとこあったんだけども、孤独に追い詰められた先でこのまあ、デイブというお兄さんを撃ってしまうという、まあ、全部話してしまいましたが、まあ、実話ですから、まあまあ、これ言ってもですね、まあ、結末は分かった状態で 見ると思うので、そんな影響ないかなというふうに思うんですが、このでもずっとそのベネット・ミラーって人は退屈だ退屈だって言い続けてきたんですけども、これがですね、今回のこの間をゆったりとるんですよね。ベネット・ミラーさんって人はあんまセリフを過剰にこうやり取りしないんだけど、これはやっぱよくこのレビューでも言いますけど、やっぱセリフを言わないだけに伝わる感情があるはずなんだってことはよく感じるんですよね。だから言葉で全部説明してくれなきゃ分かんないよっていうのはちょっとどうかなというふうに思うんだけど、まあ見方の一つですから。で、そしてこの3人のこの人間関係ですよね、愛憎劇というふうに表現した人もいたけれども、すっごい見てるとさ、ヒリ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 するんだよね。だからずっと見たい作品だったけど、見なかったの。こう、どうせ絶対疲れるだろうと思って見たんですけど、結果的にやっぱ疲れるんですよ、この映画って。なんかもう緊張感、なんかこのデュポンはなんか変な行動するし、マークはマークで兄貴には負けねえとかって言ってるし、でデイブはデイブですごい、そのなんか二人に負けないぐらいさ、すごいこう奥さんもいて、愛情深いこう爽やかなこう中年の親父でさ、もう唯一この映画の光だよね、このマーク・ラファロ演じるデイブは。でそういう中でこうね、もう密室ですね、このデュボンの大きいお屋敷の中で繰り広げられるこの3人のこの緊張感あふれる関係ってのはさ、でさっき言ったように直接セリフで表現しないんですよ。どうやらシュルツはおかしいらしいということをなんとなく薄々感じてんだよね。でうまいのが84年のまずオリンピックの直後から描いて、で96年にですね、このデイブというお兄さんが殺されるんですけど、もう時間軸なんかもうバラバラ、あのこれは、バラバラというか、もう厳密にこう沿って展開しないという方法を取ってるんです。でこれはですね、愛の悪魔というあのフランス・ベーコンを、題材にした、映画がありましたけどね、それでもこう20年ぐらいの時間をこうあえて時間軸というか、当時のなんていうの服装とかに沿わずに描いてったっていう描き方をしましたけど、これもだからフォックスキャッチャーもそういう描き方をしているんですよね。でそうするとだから実話ではあるけども、その実話に忠実に描くということじゃなくて、あくまで題材としてそのベネット・ミラーの、味付けでまたこうフィクションとしてこうまた昇華していくということだ、ことを手法を取った作品だというふうに思うんですが、そうするとですね、そういう手法を取った作品ですから、あのご本人まだ生きてらっしゃって、マーク・シュルツ、弟さんの方ですねは生きてらっしゃって、もうそのデュポンとマークの中にちょっと同性愛的なこうニュアンスを入れたんですよね、ベネット・ミラーは。まあそういう一つの解釈として成り立つような表現を入れると、俺はシュルツと同性愛じゃないとか、実話とは全然現実とは違うんだとかっていうことで、いろいろこう本人が怒ったっていう話があるらしいんだけど、まあ見たら結局いい映画だったから、まあ、まあ、ゆる俺が間違いだったって話になったらしいんだけどもね。でもまあその現実をいかにこう劇映画としてまた成立させていく過程というものも、まあそういうところで浮き彫りになったかなというふうに思いますし、でもやっぱそのこのデュポンの気持ちがよくわかると、僕やっぱエキセントリックな人の気持ちって基本的によくわかるので、あの僕もやっぱすごいその感情をうまく伝えられないっていうのすごいコンプレックスとしてあるんですよね。あの一番大きなとこを伝えられないっていうのはもう僕のすごい最大の弱点であるっていうふうに思ってますから、こういうふうにこう孤独に陥っていってしまう人の気持ちっていうのは人を殺したりはしないけれども、この間のあの長所のあのアダムという主人公もそうだって、そうでしたけどね、あのルーク・レジオの小説も裸にいきなり公園でなったりすることはないとは思うけども、どこかやっぱりこうなかなか人とコミュニケーションうまく取れない人の気持ちっていうのは
僕は うまく自分でコミュニケーション取れてると思う瞬間もあるけれども、でもやっぱ基本的には僕はこういう人の気持ちはよくわかるなというふうに思ってですね、ちょっとやっぱこの人に気持ちを伝える重要性みたいな、伝え方みたいなこともですね、ちょっとこの反面教師としてちょっと感じたところがありましたね。はい、というわけで今日の1本目はですね、これなかなかおすすめの作品ですね。ちょっとなかなかちょっと疲れるところありますが、まあちょっとこう映画としてちょっとこう、まあ軽く見れないですけど絶対に、ちょっと気になった方は見てみてください。はい、というわけで今日の1本目はですね、監督さんがベネット・ミラーで、主演がスティーブ・カレルで、ホックスキャッチャーでした。